後編も張り切ってやっていこうか。南朝梁の投降系が編纂した古今刀剣録。これは各時代の各君主が持っていたとされる刀剣をまとめた書物だったわけだけど、三国時代だけは特別に、義五色の進化の刀剣まで特集されており、前編では五と色の英雄たちの刀剣を紹介したわね。というわけで、後編では残った勢力を、前編同様簡潔に紹介していくぜ。義の刀剣、まず一つ目は曹操の剣、毛徳、よ。建安20年、215年、のこと。曹操はある深い谷で一本の剣を発見した。長さは三尺六寸、それには金色の文字で自分のあだ名である毛徳、と銘がされており、それ以来曹操は常に持ち歩いていたそうよ。215年といえば、曹操は長老を下すために漢中で戦っていた年だな。そうね。漢中は秦嶺山脈や大破山脈に囲まれた天然の要害の地、曹操が剣を見つけた谷というのは、この漢中周辺であることは想像に難くないわね。そしてもう一つポイントとなるのが、金の文字で銘が刻まれていたということ。金は古来から王の権力の象徴とされ、古代中国にも光悦っていうものがあるぐらいだしな。だからこの剣は、ただ神話的な産物として誕生したという以上に、曹操が王になる、ひいては義が漢に変わるという大事件を、神より賜った必然的なものとして正当化する意味もあったんじゃないかと思うの。天神相関説とか、神朝定理念みたいなものを感じるな。実際、曹操はこの翌年に義王に即位しているわけだし、その正当性を補完するためにこういう話が語られた可能性はありそうだぜ。続いては双方の剣。特に名や特徴などはなかったので、製造年から正史6年の剣と呼ばせてもらうわ。正史6年、245年、双方は剣を一振り作り、常にこれを帯びていたものの、ある時突然刀身の部分だけが消失してしまったとあるわ。きっとインビジブルやなんだぜ。あれは見えなくしているだけで実際に刀身はあるから。さらに続けて、後に義はしばしに国を譲ることになるのだけれど、その兆しはこれより始まったのだ、ともあるわ。なんとなく曹操の剣の話と対応している感じはあるな。あっちは曹操の元に剣が現れ、その翌年に曹操は義王になった。双方はある日突然剣の刀身が消失し、国を滅ぼすきっかけになった。双方自身も、しばしに帝位を廃されてもいるしな。この245年の年末には、年始の集会に芝居は腰に乗って上殿することが許されたというのが義書西王記にもあり、双方の後見人であった曹操と芝居は共に、権利上殿、入庁不数、閲覧不明、という3つの特権が与えられていたけど、ここに来て芝居に特権が一つリードした年でもあったわけね。ただまあ、これについては曹操の失策や、芝居が老年であるための配慮というのも関係しているだろうから、一概に剣の逸話が関係しているとは言えないけれど、古今刀剣録の見解では、この245年というのが、しばしの権力が曹氏を上回ったターニングポイントと見ているようね。ここからは義の武将の刀剣だな。ここで言う義の武将という区分けは、正史三国志の列伝に準拠しているみたいだから、董卓や袁紹という、義や曹操の勢力下にいなかった人物もここに含まれているわよ。さて、まず最初に紹介するのは紹介の刀、太乙。よ、太乙といえば、道教でいうところの宇宙の根源だとか、その神格として天帝の別名とも言われているやつだな。義が蜀を滅ぼして間もなく、紹介は生徒で太乙と銘が刻まれたこの刀を手に入れたとされているわ。しかし、知っての通り紹介はそれから間もなく反乱に失敗して処刑されてしまうんだけど、この刀は王伯昌という人物の手に渡ることになる。この王伯昌が長江を渡った際、刀は自ら水中に飛び込んでしまったとあるわ。随分早まったことをする刀だったんだな。さっきもマリサが言った通り、太乙は道教において極めて重要な存在であるんだけど、紹介もまた、道教に関わりのある人物だったのよ。え、そうだったのか。というのも、紹介は女性規律という道教の書物において、北方を司る疫病神として神格化されているの。疫病神とは？紹介ならなんか納得してしまうんだぜ。だから、紹介が太乙と名を冠した刀を手に入れ、その後亡くなったという話も、全くの偶然やデタラメではなく、道教における故事の一つとして語られた話だったのかもしれないわね。そして紹介に刀の逸話があるのならば、当該にもそういった話があるわ。というわけで次に紹介するのは、当該が所持した鎮太旧妃の刀よ。マリサは、もともと当該は違う名前だったことを知っているかしら。知ってるぜ。
12歳の時、五巻末の明治珍食の碑文を読んで、それに感銘を受けて東藩と名乗るようになったが、一族に同じ名前の人がいたから東外に改めたって話だろ。そう、そしてこれは、その時東外がついでに碑文の下を掘り起こした結果発見した刀なのだそうよ。なぜ関東ついでに掘り起こそうと思い立ったのか。長さ三尺ほどで、刀身は漆黒。さらにその刀からは霊気が漂い、人々は神の刀だと評価したそうよ。霊気をまとった漆黒の神の刀。中二心バリバリなんだぜ。東外は後に、珍食のひ孫である珍泰と共に退職戦線で活躍したんだけども、曽祖父の碑文の下に埋めてあった刀が、なぜか東外の手にあるのを見た珍泰の心情やいかにといったところね。演技では往年の交わりを交わすほどの仲だったこの二人だが、これはいらん争いの火種になってしまいそうだな。次に紹介するのは、董卓の所持した甲羽の刀。よ、前編では周囲の獲物として関心の剣があったが、今度は甲羽の刀か。甲羽といえば皆さんご存知の通り、その昔劉邦と天下を争った清楚覇王だけど、彼の刀は、若い頃の董卓が畑を耕していた時に土の中から掘り出したと言われているわ。それは紙面が凸凹して雲のような文様があり、硬い玉でさえも泥のようにたやすく切ることができた。ただ名はなく、発掘当時はその正体がつかめなかったものの、数十年して彼が朝廷に登った時に、わしがガキの時分に見つけた刀だ。西洋、お前はこれを何と見る？これは、甲羽の刀。まさかこの一品を生きてるうちに目にすることができるとは。確かに、董卓が霊帝没後の混乱に乗じて朝廷を乗っ取り、わずかな期間で実質天下を取ったことは、甲羽のように覇王と呼べるのかもしれないな。それだけじゃない。甲羽と董卓の共通点を見るともっといろいろなことが見えてくるのよ。まず、甲羽ということで、彼はいわば官にとっては敵という存在だった。董卓も、とりあえずいろんな意見は置いといて、後世の一般的な評価として、彼もまた官にとっての敵というべき存在だった。また甲羽は祖において、義弟を立てて傀儡政治を行った。董卓もまた献帝を立てて権力を振るったというのも共通しているわ。どちらも長続きせずに滅ぼされたってところまで共通しているぜ。またその滅亡の原因として共通しているのが裏切り。甲羽は関心、陳平、英夫など、後に漢の後進となる人物たちから裏切られ、何より自分に最も尽くした半蔵にすら見限られたことは、甲羽にとって特に大きな痛手だとも言われているわ。董卓も自ら任命した諸侯たちに裏切られ、何より呂布に裏切られて命を落とした。なるほど、甲羽の刀は董卓の栄達だけでなく、衰退や滅亡まで暗示していたというわけだな。そして董卓に刀剣の逸話があるのであれば、そう、炎章にもそういった話があるのよ。やっぱりあるか。っていうかぎの刀剣はメンツの癖が強いな。というわけで紹介するのが炎章の刀、師匠、よ。これは炎章が霊陽にいた時のこと。神から宝刀を授かるという夢を見て、目が覚めるとなんと、夢に出てきた刀が炎章の寝室に現れたのよ。夢だけど、夢じゃなかった。ほう、名は師匠というのか。そうか。師匠とはつまり将。この刀は、神が私の名をつけて授けたものなのだ。炎章が霊陽にいた時といえば、曹操との決戦が開かれた頃、ここから顔料を白馬に送り込み、幽煙を攻撃させたわ。と考えると、これは曹操の剣と、諸葛亮の刀の複合形の逸話って感じだな。曹操と炎章という当時の二大勢力があって、神は炎章に天命を下し、神剣を与えて勝利に導く。そしてこれがその動かぬ証拠だと刀を出せば、兵の士気は上がる。いかにも、戦の景気づけに語られた話という感じではあるわね。まあその戦の結果は知っての通りなんだけどな。強いて言えば、炎章はこの戦で負けはしたけども滅びはしなかったというのは、ある意味神の加護のご利益と言えるのかもしれないぜ。董卓が手に入れた甲羽の刀のように、魏将の残る日本の刀も将来を暗示するものだった。一本は、魏将。これは格外が出生地の大元軍にいた頃手に入れた刀よ。実際格外は魏の将軍となり、最終的に釈将軍にまで昇進し、死後は大将軍を追贈されたものの、
この刀自体は食との戦に敗れた時に失ったそうよ。格外が食に敗れた時といえば、229年の大北伐での武と隠蔽の陥落、その翌年の大義遠戦、さらにその翌年の上慶での大所活用戦、244年の攻勢の役とあるが、どの戦で失ったとしても、格外はその後も昇進を重ねているので、格外本人の能力が刀の神秘性を上回った例とも言えるな。そして将来を暗示するもう一本の刀にして、魏将最後の刀が、王宗と宗信が手にした鬼人の刀よ。この刀はある日、王宗が市場で買い求めたものだったそうよ。買って手に入れたというのは今までにないパターンだな。すると商人が言うには、この刀を得た者は、鬼人となる運命になりますじゃ。と言い残し、気づくとその姿は見えなくなっていた。いいなぁ、私もそんな刀欲しいんだぜ。実際、王宗は義にて将軍の位に上ることができ、後に王宗は宗信と刀を交換する機会があり、その時、この鬼人の刀を宗信に渡したそうよ。お互いに刀を交換し合うところから、宗信と王宗の良好な関係が伺えるぜ。これは自身の栄達を助けた、いわば半身のような刀であるはずなのに、宗信のためならばと手放した王宗の忠誠心がよくわかる話よね。というわけで、後漢皇帝の刀剣も紹介していくわよ。とは言っても、後漢と一口に言っても範囲が広すぎるので、俗に三国志の時代のうちに組み込まれる、末期のみを取り上げることにするわ。つまり霊帝以降ってことだぜ。というわけで、五巻から紹介する刀剣は一本、霊帝流行の所持した中高よ。もうなんというか、名からも霊帝の思いが伝わってくるんだぜ。建明3年、170年、霊帝は中高と昇天で名がされた剣を4振り作ったとあるわ。しかし、そのうちの一振りはいつの間にかなくなってしまったようね。4振りというあたりに、儀式的なものを感じるな。そうね。剣で四方を祀って、漢王朝の繁栄を願うのが目的だったのか、用途としては友禅が山に奉納するために作った大剣に近かったんじゃないかと思うわ。ただそういう剣が一本でもなくなるというのはやっぱり不吉なわけで、図らずも繁栄の願いをかけた剣が五巻の滅亡を暗示してしまったという皮肉ね。さて、刀剣を紹介していく今回の動画もいよいよ大詰め。精神の皇帝の刀剣を二つ紹介していくわよ。まずは芝縁の刀、芝、よ、前編で紹介した賞金の刀の芝と違い、こっちは国勢の方の芝だな。寛寧元年、275年、芝縁は刀を8000振り作り、芝と銘を刻んだ、尊剣の醍醐や優美の剣竜みたいな量産型の刀なんだぜ。古今刀剣録の記述は異常だけど、製造年から見るに、開元の記念に作られた可能性が高そうね。またこの年の前年には後の支柱となっていた陸皇が亡くなり、後に向けての進行が本格的に議論されるようになるわ。両子が後への進行を上奏するのは刀が作られた1年後だが、この情勢から見ても、決戦すべしという雰囲気は前々からあっただろうし、いずれ来たるべき決戦に向けて、開元に合わせて作ったんだろうぜ。ついに今回最後に紹介するのは、芝氏の長剣、歩行。よ、いよいよ最後か。芝氏は精神の三大皇帝で、芝縁の25番目の子供だな。栄華元年、307年、芝氏は長さ500の長剣を作り、昇天で銘に、歩行、と刻んだとあるわ。余談だけど、この剣との関連性は不明だけども、式の中字で死列伝や五越春秋の房内伝醍醐などにも、越王光線の剣として同名の剣が登場するわ。しばしが即位したこの年は、あの精神最悪事件の八王の乱が一応終結した年の翌年であり、3月には皇太子を立て、乱の影響でボロボロになった諸侯王たちの人事異動を行うなど、立て直しに奔走した慌ただしい一年だったわ。即位、改元、立太子、そしてこれから国が良い方向に向かってほしいと願って、そういうもろもろの記念のために作られた一振りだったんだろうな。ただ残念なことに、精神の未来は剣にかけられた願いとは裏腹に、暗黒の道を突き進んでしまうのよね。というわけで、古今刀剣録に載っている、三国志の英雄たちが使ったとされる刀剣をすべて紹介したけど、どうだったかしら。刀剣と一口に言っても、いろんな種類があり、その背景にある英雄たちのドラマも様々だったな。さて、いきなりですが前編の動画で大変興味深い質問をいただきました。英雄と刀剣を扱った動画としてより理解度を深めるために、とても良い質問だと思ったので、ちょっと長くなるけど、この場にて考えを述べさせていただきたいと思うぜ。
割とわからんのが、君主だったら最強の武器より最強の防具が必要だろって思っちゃうんだけど、どうなん？呂布とか張飛が強い武器持つのはわかるんだけども、という質問なんだけど、ちょっと変な言い方になるんだけど、私なりに言えば、防具は命を強くする道具であるのに対し、武器は権威を強くする道具であるから、というのが結論よ。かつて孫子も平和国の大事なり、と言ったように、戦争とは国家の命運を握ることであるから、当然武器の生産というのも一切の妥協が許されなかったのね。でもそれって防具でも同じことじゃないか。そう、より強力な武器が作られるということは、それに対抗するようにより良い防具が作られるようになる。武器と防具、どちらが欠けても戦は成り立たないってわけだな。ではなぜ君主には武器が、それもより強い頂上的な武器が必要なのか、これについて一つの答えと思われる文章が、越絶書にあるわ。その答えとは、いわく、伊表三軍を伏せしむ。天下これを聞き、あえて伏せざるはなし。つまり、より強い武器があれば、大軍を支配下に置くこともでき、あらゆる敵を圧倒することができる。ということよ。ごく当たり前のことではあるけども、意によって大軍を支配下に置き、天下を滑るという点は、確かに防具にはできないところだな。よって武器というものは、ただ殺傷の道具というわけではなく、外にあっては敵を圧倒し、内にあっては味方を支配する。そういう権威を強くするものだったんじゃないかというわけ。だから良い武器にはそれ自体に権威があるし、それを持つ人は権威ある武器を使う資格がある人として、より大きな権威が得られる。超常的な逸話のある武器を君主が持てば、それだけ君主は絶大的な権威を得るというわけか。特に剣の権威がピークだったのが、春秋時代の呉、越、蘇などの江南の国々。この時代は戦車で走り回る戦車戦が基本的な戦術だったのに対し、江南は湖や沼、河川が多いからそれが難しく、携帯と扱いが簡単な刀剣を使った歩兵の戦術が主だったんだよな。中でも、特に剣が権威あるものとして語られたのが、越絶書における大矢という剣の話。この剣はもともと名剣として知られていたようで、秦と帝はこれを得るために蘇王の城を3年包囲した。蘇は絶体絶命かと思われた時、蘇王が城壁に登って大矢を振るとなんと、敵軍はみるみるうちに崩壊し、血は千里を流れ、獣は騒ぎ出し、長江の水は溢れ、秦と帝の江は恐怖で髪が真っ白になるというとんでもない事態を引き起こしたそうよ。日本神話の普通の御霊の剣みたいな感じだな。そうして蘇は勝利したわけだけど、蘇王はこの勝利をもたらしたのは、剣の真意によるものか、自分の力によるものかを剣の鑑定士に尋ねた。鑑定士曰く、剣の真意によるものだが、それは王の力によって引き起こされたものということよ。王の力だと言い切らず、剣と王、二つの力で勝利に導いたってあたり、剣の権威が如実に現れているな。また鑑定士の言葉からもわかる通り、真意のある名剣は、資質ある君主が用いることで発揮されるとも考えられた。しかも敵を斬るわけでなく、蘇王の指揮によって力が発現したことから、大矢自体、君主が指揮に用いるために作られたことがわかる。君主とは戦場にあっては剣を振って指揮するものだから、その剣には真意が宿るものと考えられたのでしょうね。そしてもう一つ忘れてはいけない名剣が、干渉と爆矢よ。中国の伝説の剣として最も有名なやつだな。干渉と爆矢は一対の剣の名前であると同時に、これを作った鍛冶師の夫婦の名前でもあるわ。呉越春秋によると、春秋時代の呉王高陵は干渉に二振りの剣を作るように命じた。干渉は最高の素材と最高の環境で作成に取り掛かったものの、うまく作り上げることができなかったの。そこで妻の爆矢が、かつて彼らの死が夫婦で炉に身を投げて鉄を溶かしたことを思い出し、自らの髪と爪を燃料に加え、子供の男女300人に笛を吹かせて剣を作り上げた。出来上がった一対の剣は、干渉の方を陽剣とし、爆矢の方を陰剣としたということなんだけど、マリサはこの話を聞いて気づくところはないかしら。刀を作るのって大変なんだな。小学生か。陰と陽、夫と妻、男と女、対になった概念がいろいろ登場するな。そう。こうした万物は一対になっているという陰陽思想は、古代中国では神羅万象すらも構成するという普遍的な思想だったわけだけど、干渉と爆矢は剣自体だけでなく、その制作過程に至るまで陰陽思想が深く関わっているわ。この話から見てもわかるように、剣にはただ武器という枠を超えた、万物の断りが内包されている神器のようなものと考えられていたわけよ。またこの他にも、調べた限り伝承されている最古の名剣と思われるのは、列仙伝の記述に見られる皇帝の剣。式によれば、
皇帝の治世は開国の帝王の時代とも呼ばれており、神話時代を過ぎても、から神までの君主などは皆皇帝の子孫を称していたわ。列宣伝が書かれたのは前巻末であり、皇帝の剣の逸話がいつから語られたかは定かではないけれども、もし太古から語り継がれている話だとしたら、君主と剣が共になっている霊の起源の一つと見てもいいんじゃないかしら。祖先である皇帝も剣を使っていたとなれば、子孫である自分もそれに倣って剣を使おうってなるだろうし、そうやって代々君主が剣を使ってきたから、剣は剣にあるものとして、王権の象徴となっていったのかもしれないな。そこで一度古今東剣6に戻るんだけど、剣には権威があり王権の象徴でもあった、ということを踏まえると面白い見方ができて、暗愚であるとされた霊帝や友禅、しばしの傀儡となった双方なんかは、剣を紛失した話が伝わっているのよね。逆に曹操みたいな優れた君主は、剣を得ているわけだな。そう。君主がある日突然剣を得る話は古今東剣6にいくつかあり、中には前巻の平定とか南朝宋の巡定みたいな、ちょっと残念な君主もいるのだけれど、前巻の高祖雄峰や、後巻の高武帝優秀、そして曹操といった、他とは一線を画すレベルの英雄はみんな共通して、山や谷といった、神が宿るような自然の中で剣を得ているのよ。仮にこの三人の剣の逸話が箔をつけるために後付けされた創作だったとしても、そういう話が語られるくらい、剣は剣ある人気だったことが裏付けられてしまうわけだな。そんな剣だけども、寛大に入ると製鉄技術が向上し、異民族との戦いで騎馬戦術が強化されたことなどから、より薄刃で丈夫、馬上ですれ違いざまに切りつけることができるという利点のある刀の需要が高くなっていったわ。ここでこれを見てちょうだい。なんだこれ、字が小さくてなんて書いてあるのかわからないぞ。これはウィキ文庫の古今東剣6を、1画面で入るように縮小したものなんだけど、何が書いてあるかは重要じゃなくて、文字に付けられた色に注目してほしいわ。黄色く塗られたところと青いところがあるな。これは剣という文字には黄色、刀という文字には青で色付けをしたものよ。上の部分が黄色に、下の部分が青に偏っているんだぜ。ここから見てわかるのは、かの形から、五冠の霊帝までは剣の逸話一本だったけども、三国時代の劉備と孫権あたりから剣と刀の逸話が同時に語られるようになり、精神の芝縁からは刀のみの逸話が語られるようになり、時代が進むにつれて剣の逸話より刀の逸話の数が上回ってきた。五個十六国の君主に至ってはほとんど刀の逸話じゃないか。だから精神ぐらいまでは、君主は剣を振って軍を指揮し、武将や兵士が刀を振って敵を斬るという感じだったんでしょうけど、時代が下るにつれて徐々に君主も刀を振って軍を指揮するようになったんでしょうね。こうした逸話の語られ方からも、武器の移り変わりが見て取れるのは面白いんだぜ。というわけでここまでをまとめると、君主に強い武器がなぜ必要なのかというと、武器は君主の権威を強くし、天下を統一するための必需品と考えられたから、その中でも剣は使われた歴史が特に古く、太古から使われた伝承や、数々の頂上的な逸話などからそれ自体に権威があり、君主の武器としてうってつけと考えられていた。ということで質問の答えの結びとしたいわけだけど、試験や推測も混じっている上にとっちらかってかえってわかりづらくなった気もしているので、質問された方がこの答えで納得していただけるかはちょっと自信がありません。できるだけ誤解を与えないように努力はしたけど、間違っていたら申し訳ありません。10分近くも長々と語っておいて今更何言ってんだぜ。というわけでここからいつも通り前回の動画のコメント返しだぜ。東京の系譜、心霊用図は1000人を7つのエリアに分けて、第1から第4を転戦、第5第6を地戦、第7を機関のエリアに分けたんだっけな。前回解説した孫漢家はこのうちの第6階に属するんだけど、仙人としての位で見れば曹操や始皇帝などよりも上、同階の有名人にはさじなんかがいるわね。一つ上の第5階も、第6とあまり変わらない一般的な仙人のエリアなんだけど、第6との違いは、最上位にある第1階の仙人たちがいる玉成郷に入ることができ、天仙たちの宴にも参加することができるわ。ポイントの還元率も高くなりそう。これかの会員ランクか。第4から上は天仙のエリアで、太上老君や原始天孫、皇帝や宇など同郷の中でも特に上位の神々や上古の帝王、上同僚や勝先行など同郷史上の偉人著名人が名を連ねているわ。その中でも人間が修行してたどり着けるのは第2階までらしく、孫漢家が修行した宝山の由来になった望遠などがこの第2階に所属しているわ。第1階の年会費は2万5000円ぐらいか。だからクレカの会員ランクかっての。三陰王孫慶は大国主の神だった。
孫漢家は実は大国主の娘で狩猟して仙人になったってのは割と物語の設定としてはありなんじゃないかと思っている。なんかか観察伝みたいな話ね。来年の話をすると鬼が笑うとか言うけど、うさぎ年のネタってどうするんだ。コメントの通り劉備か、もしくは関鳥羽とかやるか。とっておきのがいるわよ。それもザ、うさぎって感じの。そんなめっちゃ美味しい冷凍チャーハンや冷凍シューマイみたいなやつがいるのか。国山族の頭目、スイコ。あざなは、ハクトよ、ふーん、日記じゃん。動画の参考文献や追記事項はブログにて掲載しております。イラスト、ブース、ブログの URL は動画説明文にリンクを貼っていますので、よろしければご覧になってください。応援コメント、リクエストよろしくお願いします。ニコニコ動画では広告やマイリスト、フォロー、いいね。両つべでは評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。そっちがいるんかい？